やはりダメージが進行してくるとどうしても髪の毛が硬くなり、でその硬くなった髪の毛っていう原因が例えば、まあ、アイロンだったりドライヤーだったりとかっていうような熱の要素で傷んできているところが多いと思うので、そこの部分に対して、トリートメントの効果で髪の毛を柔らかくしてあげて、かつ、手触りをしっかりとこう保護してあげることによって、手触りを良くすると。そのためにはもちろん内部の補修も必要なんですけれども、毛羽立ってきたキューティクル、そのあたりをしっかりと整えてあげるっていう状態が、髪の毛に対して大切なことなんじゃないかと思います。ストレッチトリートメントという形で薬剤還元だけをさせて、そこに、アイロンを使います。ゆっくりと熱を通してあげることで、還元の作用もより促進され、かつトリートメントの成分も髪の内部に浸透していく、この辺がやっぱり、ストレートとトリートメントの組み合わせっていうところが、まあ、今から考えられる新しいところでもあると思いますね。水分を与えてあげるところを見て、その後指で触りながらどれぐらい水を吸って弾くかというところを見ていきます。ダメージが進行すると当然水をよく吸う髪の状態になりますので、今根元の方から毛先に向けてどんどん 髪に水が吸い込まれていく状態になっています。この髪にはもう少し、柔らかさの上に張りと弾力を与えてあげたいと思います。その方向性で今日は少し還元力のあるトリートメントを施しながら髪自体を柔らかく風合いのいい状態にしていきたいと思います。まず、ヘマチン配合のアミノ酸系のシャンプーで、しっかりと髪の汚れを落としていきます。高濃度の CMC の処理剤を使用していきます。内容成分に蜂蜜を使用していることで保湿力を与えていきます。その上から毛髪脂質成分 CMC を髪の毛に塗布していきます。よく揉み込むことで髪の毛が疎水方向に向かっていくことを目的とします。やや還元力のあるトリートメントです。酸性液で髪の毛に影響していくので、基本的に髪に負担がなくより柔らかな効果が得られます。できるだけ薄塗りで塗布していってあげることがより効果を得られる方法になります。トリートメント剤を塗布したままラバーアイロンでゆっくりとワンスルーしていきます。熱を加えることによってよりトリートメント剤を浸透させる、そういう効果が。フォーム状にしたブロム酸系の2剤をつけていきます。2剤自体にアニオン製の高分子を配合しているので、1剤でつけたトリートメントと加わることでこの髪の中の状態でコンプレックスを起こし被膜効果を作って髪の状態が良い状態で保持されるように考えています。高濃度の CMC を10倍希釈したものを最終的にドライする前にもう一度毛先の方に塗布してあげます。よりしなやかな質感が得られます。粘点と波状の複合型の癖があると思われます。ダメージもカラーリング、ストレートパーマの繰り返しによる複合型のダメージが考えられます。ノンアルカリの薬剤を使うことで柔らかな仕上がりを求めることを考えます。
pH の低い薬剤を使って髪の毛を保護しながら還元していきます。根元をベースにした薬ですね、システアミン濃度が 7.0、 かなり高濃度のシステアミンになります。ですが pH の方は 6.8 と弱酸性を保ってあるので、髪の毛自体にはアルカリの負担はかけないというところが特徴になります。根元の薬と中間の薬の薬の力の強さの差によってデバイスラインに負担がかかりダメージをしてしまうということがよくあるのですが、この薬の2つを使うことによって自然なつながりができるので、ダメージのデバイスラインの負担がとても少なくなります。基本的にアルカリ剤を使ってないので髪の毛自体が膨張してくることはないので、還元の状態でこのカールを目安にしてテストしていくのが正しい方法になるでしょう。根元からゆっくりワンスルーで毛先まで、毛先のカール形成に入ります。今つけているのは CMC です。油分があることによってワインディング後に髪の毛の中のクリープの促進が行われます。このぐらいのカールが出ていれば十分毛先の内巻き感は出てくると思います。アニオン化されている2剤なので1剤との効果が相まみ合ってコンプレックスの効果でより髪の毛の仕上がりが柔らかく手触りの良い状態になるでしょう。根元の方からもう一度フォーマーで2剤をつけていきます。これで全体にストレートの形成と毛先のカール形成が固定されるという形になります。後処理となる CMC を毛先に揉み込んでいってあげます。まず、その当日触っていただいた時点で、髪の毛が柔らかくなった上で手触りが良くなるっていう一番、分かりやすく求められているところが得られると思います。お客様にとっても時間の短縮があったりとか、かつ、工程のシンプルにできるっていう時間の問題っていうのが出てきますね。サロンの中でも、技術者によって差が出てくるということがなくなってくるので、全体的にいい状態になり、かつ重たくなりすぎず柔らかい状態を得られてお客さんに喜んでもらえる。